はい、どうも、かちです。大阪関西万博がかなりやばい状況ですけども、値段が高いんでね、人を呼ぶのに必死ってことで、ペットの犬が初めて同伴かってことになったようですね。ただまあ電車とかにね持ち込めるサイズでワクチン接種証明が必要で、まあ噛まなくてね吠えなくて発情期じゃないことを証明するためのルールを守ると誓約書を提出しないといけないようですね。でまあたくさんの人がねいるところにペット同伴で、いろんなね海外の人とかも来て、普段はおとなしくても犬がね興奮する場合とかもありそうですけどね。まあ、ペット専用のドッグランとかができるエリアがあるんだったら分かりますけども、特にねペット用のパビリオンとかも考えてないだろうし、まあ、どうなんかなっていう感じですね。まあ、自民党のね女性局の議員とかがフランスの研修にしてもそうだし、ビッグモーター前社長の再婚妻はベンツでゴミ出しをして、近隣住民ともね揉めてたみたいだし、国民との感覚が違うんでしょうね。ちなみに岸田首相の資金管理団体は大規模なね政治資金パーティーを開催したみたいですね。まあ、そこではね首相は出ずに長男の翔太郎秘書官が一からね出直したいと発表したですね。まだみんなの前でね謝罪会見とかねしたんだったら分かりますけども、特に何もそういったね会見とかをせずにですからね、一からやり直すといっても実際にはねいくらでもコネがあるし、また組織票をもらってね世襲議員としてなっていくんですかね。この辺のルールも変えてほしいですね。まあじゃあ久志様がね初めての地方公務が折れましたけども、いろいろとやらかしましたね。特に今久志様の質問に関してはどれも低レベルな質問で驚きましたね。鹿児島県歴史資料館センターの黎明館では美術工芸部門の作品を見てましたよね。まあ、ここはね見てきた人の情報がコメントされてましたけども、久志さんを見ることができたようですけども、やはりね観客が多いように見せかけるために1箇所に集めないようですね。おそらくね100人ぐらいがいたのかなってことでしたけども、2人でお手振りとかをしてくれたようですね。ただまあたくさんの人が久志様とか牧師さんがね目的じゃなくて美術品を見ていたのにね、まあ、会場に入れなかったようですね。久志様と秋田様が展示品を見ている前後のね2時間が規制で会場内に入れなかったようです。まあ、つまりねその日は鹿児島に熱中症警戒アラートが発表されてましたけども、2時間外で待たされたようですね。熱中症警戒アラートはなるべくね外出を避けて室内で過ごしてね、まあ、外での運動とか活動は、まあ、中止かねまたはこの延期するような呼びかけですね。だからまあ外に放り出されて熱中症になるか諦めてね別の場所に行けってことですね。誰にもね歓迎されてないのにひどいですね。全国から集められた美術品だから、子供のためにね親が地方から来て見に来てすぐに帰らないといけない人もいるだろうしね、それでまあ2時間待たされたら予定が狂いますよね。しかも午後からだからね一番暑い時間帯ですね。小さいお子さんとかお年寄りとかもいるだろうし、少しは国民のことを考えてほしいですね。なんで小学生のね低学年レベルの質問を聞くために2時間も外に出されないといけないんだってことですね。天皇皇后両陛下だったら全員を規制とかじゃなくて一部を規制とかね、そんな感じでしょうね。もしかしたら久志様のねやばい姿が目撃されるとまずいからとか、そういったのもねあるんかもわからないですね。園遊会の時なんて悪心はね女性自身が悪意のある記事で雅子様の準備のために2時間も待たされた招待客がいると紹介されてましたよね。あれは宮内庁がね2時間待たせただけで、実際にはね天皇皇后両陛下は帝国とねぴったりに来たってことで、雨の降り具合を見て登場するタイミングで遅れただけですからね。だからもしねぴったりスタートしても最初に来た招待客は1時間45分ぐらい待たされてるわけですね。それがまるでね2時間遅刻したような報道で、段階なしに騙されている間抜けな悪心がこの印象操作の記事を真に受けてね、まあ、そのまま信じて待たせるなっていう形で批判されたわけですね。でまあ今回はね本当にまあ2時間待たされたわけですね。昼間は時間的にも一番客が多い時間帯ですね。一番客が多い時間帯に来るのもマークション系らしいですね。少しでも人気があるように見せかけたいんでしょうね。まさに牛をね視察をしに行った時も、牛の方を見ずにカメラが映っている時はずっとね女子高生の方角を見てましたね。まっすぐ見るんじゃなくて横目でね見ていて、それもね気持ち悪かったですね。まあそれにしても急にねいろんな項目に出てきたりとかして実績作りで焦ってるんですかね。自然科学の論文発表をね見るんじゃなくて発表する側で出ればいいのにって感じですね。まあ学校の行事でのアピールはどうもできないみたいですね。本当につく筆で頑張ってるんだったら高校生活の方をね、まあ、少し出したら十分にアピールになると思いますけどね。つく筆だったらね特にまあ実績がなくても高校に行ってるんだっていう証拠だけでもね十分に納得する国民が多いでしょうからね。やっぱりまあ小学校と違ってね劇団員を使うわけにはいかないでしょうね。つくふの生徒は将来ねいろんなジャンルで活躍する人が多いから、同級生に本当の姿がバレてしまいますからね。さすがにねタレント事務所の人を使って高校で頑張ってる写真というのは難しいでしょうね。まあでもね最近いろいろとまあ表に出てきてるのはようやくね障害が隠せるレベルまで来たから公務とかにね出してアピールしてるんですかね。まあそれにしてもね牛の視察に関しては餌をはけたはずなのに、そのシーンはなくてずっとね同じ場所に立ってる感じでしたね。愛子様の時はね馬に餌やりをしているシーンが撮られていてね、もうそれだけでもこの愛子様が動物が好きなのが伝わってきて愛情も伝わってきましたよね。久志様も本当にね牛に餌をやってたんだったら一番表情に出やすいシーンだと思いますけどね。まあ、それがね出せないってことはそういうことなんでしょうね。
まあ、それにしてもね、報道各社でトンボが好きですと言ったりとか、トンボに興味がありますと報道したりとか、微妙に違ってるのはなんかね、怪しいですね。まあ、それにしてもね、悠仁さまの視察はぼーっと見てることを言うようですね。側近のコメントもいい時間を過ごされていると思うんですからね。本人に聞いた感想じゃなくて側近が感想を言うということで褒めるしかないけれども、それでもね、いい時間を過ごされていると思うというのがね、まあ、精一杯のコメントですね。コメントがちょっとバカにしている感じのコメントですからね。まあ、こういうね、優秀な高校生との交流じゃなくて、やんちゃな高校生と交流させてほしいですね。優秀な高校生だからね、気を使ったコメントとかができるけども、やんちゃな高校生だったら、まあ、学校行ってんのとかね、空気を読まないで平気でね、そういったことも聞いてくれそうですね。真面目に開会式では実行委員長を務めた女子高生に短い期間の準備で完成されていて素晴らしかったですと感想を語ったんですけども、これもなんかね、上から目線ですね。本当にね、言ったのかわかんないけども、そもそもね、今回の大会は第47回で47都道府県の最後だから、第46回の文化祭が決まった時点でその次は鹿児島に決まってましたからね、まあ、ある意味ね、一番準備期間は長かったかもわからないですね。まあ、それね、実行委員長の女子高生は、私たちの青春をぶつける夢舞台、高校生が生き生きと輝く姿をね、ぜひ見てほしいと語っているようですね。その感想は、短い準備期間で上出来って感じのコメントで、まあ、ずっとね、開会式の劇とかのね、多彩なパフォーマンスを見ていたんだったら、まあ、そこじゃないだろうって感じですね。まあ、今回の久様の地方公務は、予想通り大失敗に終わったって感じですけども、またね、擁護コメントがたくさん出るのかなと思ったら、早速ね、出てきましたね。まずはね、パラグアイの高校生との懇談で、久様が無表情で、心ここにあらずっていうね、コメントに対して、さすがに人前に常にね、微笑みとかを絶やさないというのも何か酷だということで、山下真司さんがコメントを出しましたね。まあ、これはね、常に微笑みを絶やさないとかじゃなくて、常に無表情だから、そういったコメントが殺到してるんですけどね。それはまあ仕方なくね、うちの子供も高校2年生だけども、無表情ですけどっていうことでね、52歳の女性の擁護コメントを紹介してましたね。友達とスマホで撮影するときは見たこともない笑顔のくせに無表情ってことですけども、久仁さまはそもそもね、友達の情報がゼロですからね。無表情で友達がゼロですからね。そしてまあ鹿児島を訪問された映像に関しては堂々としていて立派にね、成長されていると感じたところですね。開会式ではね、アクシャン様の動きについていくのが必死で挙動不審にキョロキョロとして着席をしてましたけどね。まあ、その映像を見てもね、立派に成長されたと感じるぐらい過去がひどすぎて、あれでもね、成長してるんですよと言いたいんでしょうね。そして久仁さまに関しては一番成長を感じたのが拍手だってことですね。お父様と違う拍手の仕方だったってことですね。お父様と同じようにするのかと思ったら全然違って、それがね、自然体でとてもね、良かったってことですね。まあ、逆にね、秋篠宮様をけなしているようにも感じますけどね。久仁さまの褒めれる点は拍手しかないと認めたようなものですね。さすがにね、いい表情を撮るプロのカメラマンでもね、あの無表情の写真しかね、撮影できないわけだから、表情は仕方なくて拍手を褒めようってことですね。優秀な高校生で褒める点が拍手だけってことですけども、表情というのはね、周りへの気遣いでもあるわけだから、被災地に行って家がね、流されましたと言われて、あのね、無表情を見せつけられたら遺族も悲しむでしょうね。もうこの高校生でもね、あの表情しか出せないのが終わってるんですよね。もっと真剣に考えた方がいいんじゃないですかね。小学生低学年から幼稚園児をね、褒めているような記事で、むしろね、被災地様をけなしているような記事にも見えましたね。まあ、なかなかね、皇位継承問題については国会で議論されませんけども、女性議員もね、38人もフランスで遊んでないで、女性天皇について国会でもね、議論してほしいですね。まあ、それにしてもね、やはり悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね、見れないような情報とかも扱っているので、まあ、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。まあ、そして良ければね、チャンネル登録とベルマークをクリックをして、まあ、通知の設定の方もしておいてくださいね。